南西航空石垣空港オーバーラン事故は1982年8月26日に発生した航空事故。那覇空港発石垣空港業の南西航空611便が石垣空港への着陸時に滑走路をオーバーランし大破、火災が発生した。乗員乗客138人中48人が重軽傷を負ったものの死者は出なかった。 この事故は南西航空の歴史上最悪の事故だった。事故機のボーイング737から 2Q3 は2機のフラットホイット 2JT8D-17 を搭載しており、初飛行を1978年12月に行っており、総飛行時間は5056時間であった。また、事故当日には611便として飛行する前に、 那覇都間を問題なく往復していた。機長は40歳男性で、1973年に南西航空に入社。1980年からボーイング737の機長として乗務し、同期駅では1666時間の飛行経験があった。副操縦士は29歳男性で、1974年に南西航空に入社。 1981年からボーイング737の副操縦士として乗務し、同景機では878時間の飛行経験があった。611便は那覇空港の滑走路36から13時9分に離陸した。13時20分頃に24000フィートで水平飛行に移った。13時23分に石垣空港の気象情報が伝達され、 風方位300度、風速11ノット、指定1 0トル以上などの情報を得た。13時33分、611便は8000フィートへの降下を開始した。611便は、石垣空港の滑走路22の橋を131ノット40フィートで通過し、滑走路終端付近に130ノットで一度、 設置したが、バウンドし170メートル先の地点に13時49分ごろ、再び設置し着陸した。611便の飛行経過を示した図着陸に際して、機長と副操縦士は、オートブレーキを使用しないことを決めており、着陸直後にスラストリバーサーを作動させようとしたが、リバーサーを作動させることができなかった。次にスピードブレーキを作動させようとしたもののこれも、 作動せず、機長は着陸復興を考えたが、残りの滑走路が短すぎると考え断念し、代わりにフットブレーキをかけた。機長は、もはやオーバーランは避けられないと感じ、火災防止のため両エンジンを停止させ、左に機体を流行らせた。機体は13時49分に、滑走道端から145メートル地点の雑木林で停止し、そこにいた医学生2人が誘導を行い、 乗員乗客全員が脱出後の14時1分頃に爆発炎上した。航空事故調査委員会が事故調査を行った。当初、調査委員会は機械的故障を疑っていたが、事故の5日後にはパイロットエラーによる速度超過での着陸が原因の可能性が高いと述べた。事故原因としてパイロットエラーが挙げられた。事故機は、 着陸速度が通常より速かったのに加え、スラストリバーサーとスポイラーの動作不良という状況に置かれた。機長がフットブレーキをかけるのが遅れたこととエンジンを停止させたことにより、アンチスキット装置がオフになり、機体は十分に減速しなかった。アンチスキット装置がオフの状態では、作動時と比較して制動力は半分以下に低下したと考えられる。 調査委員会は、もし仮に、速い速度で着陸したとしても、バウンドし再設置してから3秒以内にブレーキを最大限かけ、エンジンを停止させなければ、少なくとも、滑走道端の仮想体で停止できただろうと、報告書で述べた。日本上院組合連絡会議は、調査委員会の事故調査活動に疑問を呈した。事故後、機長は、業務上過失障害の疑いで、 書類送検されたが、那覇地検は、パイロットエラーの立証が難しいとして、不起訴処分とした。閉鎖された石垣空港石垣空港は、滑走路長が1500メートルと短く、暫定的に、ジェット機が乗り入れている状況であり、事故後もボーイング737型機が乗り入れていた。ものの、着陸時には急制動を必要とする状況であり、 ジェット機の離着陸に必要な距離がないと判断され、2013年の新石垣空港開港に伴い、石垣空港は閉鎖された。また、2008年には石垣空港でオーバーラン事故を想定した訓練が行われ、約250人が参加した。ありがとうございます。